ポスコ、ポスコ、ポースコは、大韓民国、韓国最大の鉄鋼メーカー。1973年、日韓基本条約に伴う、対日請求権資金などによる、資本導入で、北世紀大統領の肝入りで、京府高速道路と共に設立され、八幡製鉄と富士製鉄、後に、新日本製鉄、日本交換の技術供与で急速に転して、 設立当時一人当たりの国民所得が200ドル程度だった韓国の経済発展に大きく貢献した。かつてはポハン総合製鉄という社名だったが2002年5月に英文社名のポハングアイアンスチールカンパニーから取った略称を正式社名とした。1968年4月に歩行製鉄の建設に着工。しかし、 1969年2月の建設途中に世界銀行やアメリカなどが韓国はまだ時期尚早だと資金撤回。僕大春会長は側近に会社の生産計画を準備しておく用国費の指示を出すなど計画破綻危機に陥る。しかし1973年に日韓基本条約に伴う対日請求権資金などによる日本の資金5億ドル、無3億ドル、 優勝2億ドルのうち、資金全体の23.9%の約1億1950万ドルを投入し、軽商北道歩行しに、国営の歩行総合製鉄所第1期設備を建設された。歩行製鉄所は、韓国の基幹産業を軽工業から重化学工業へ転換させた。また、この際に、八幡製鉄及び富士製鉄、 両者は1970年に合併し、新日本製鉄となった後、現在は、新日鉄住金と日本交換、現、JFEE スチールの3社からの技術導入を受けた後日。技術導入後、ベトナム戦争への参戦を契機とした急激な経済成長の中で、日本の援助により3回にわたる拡張事業の末、1983年、 素国生産能力910万トン規模の歩行製鉄所を完成させた。1985年からは、全羅南道紅葉市に最新鋭の製鉄所である、紅葉製鉄所第一期設備着工。1992年には、四半世紀にわたる製鉄所建設の総合竣工現在は、紅葉の製鉄所が主要拠点になっている。 2000年に完全民営化され、2002年に現在のポスコに社名を改めた。2005年11月22日には東京証券取引所第1部に上場した証券コード5412。日本の株式市場に上場するのは韓国企業で初めてであったが、2015年に系列会社の赤字の影響により創設以来初の赤字に陥り、 同年12月14日に上場を廃止した。歩行総合製鉄第一期工事1973年の総額は外国資本約1億6800万ドル。韓国国内資産463億3000万ウォンに上り、外国資本が約60%を占めた。国際協力銀行の文書によると外国資本の内訳は次の通り。 新日鉄住金がポスコなどを相手取り高級鋼板の製造技術を不正に取得したとして損害賠償の支払いなどを求めた訴訟である。ポスコの製鉄技術は2004年頃から急激に向上し新日本製鉄の高品位製品のシェアを奪っていったがこれは1990年代に新日鉄を退職した技術者が 新日鉄が数十年と数百億円をかけて開発した門外不出の方向性電磁鋼板の技術をポスコに流出させたことが関連したとされる。2012年5月に新日鉄はポスコと新日鉄の元技術者らを不正競争防止法の営業秘密の不正取得行為にあたるとして1000億円の損害賠償と高性能鋼板の製造・販売差し止めを求めて 東京地裁に提訴した。この裁判において、ポスコ本社の社長の意思決定により、日本から機密情報が投与されており、同社東京研究所の実態については、研究所とは名ばかりで、実験設備は何もなく、もっぱら日本の鉄鋼メーカーの情報を収集し、韓国の本社に送っていたとする、同社元社員の陳述書を新日鉄住金。 提訴後に合併により社名変更を提出した。2015年9月30日、ポスコから300億円の支払いを受けることで和解したと発表した。これに伴い業者は、日本と韓国、アメリカで起こした訴訟3件を取り下げた。元従業員らに対する訴訟については継続し、元従業員らが罪を認め謝罪を行い、解決金を支払うことで和解し、 2017年3月27日付で訴訟を取り下げ終結した。ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、韓国取引所に上場している。新日鉄住金とは互いの株を持ち合っている。2016年5月16日、新日鉄住金が保有するポスコの株式の約3分の1を売却すると発表した。 保有する約439万株のうち150万株を売却する。ポスコへの出資比率は5.04%から3.32%に下がる。直近のポスコの株価で計算すると300億円規模になるという。子会社としては、韓国最大のシステムインテグレータ会社のポスデータ、2010年、パスケイントがアップし、ポスコ ICT に 社名変更や建設会社などを抱える。2002年 SK テレコムに吸収合併された新世紀通信という携帯電話事業者の筆頭株主だった。出資する財団で歩行効科大学校や紅葉製鉄高校などの学校を運営している。スポーツでは K リーグの歩行スティーラース全南ドラゴンズのメインスポンサーになっている。自動車用後半分野では 1982年にヒュンダイのポニー用に納品を始め、1994年からはホンダ、日産、スズキなど日本の自動車メーカーに輸出した。2000年代に入って GM、フォルクスワーゲン、フカ、シトロエン、ダイムラークライスラー、現代ムラ並びにフカ、US など世界主要13社の自動車メーカーに納品している。 世界で最も厳しい品質基準を持つと言われるトヨタには日本の代表的な鉄鋼メーカーである新日鉄と関係が深いことを理由に納品を断られてきたが数十回という交渉の末に2005年から輸出が開始された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。